番目ですね、平板の平行空気コンデンサー、まあ、これ1でしょうかね、台よりですねこういう板ですね、こうありましてね、で、これが直径が4センチメートルと、で、これがですね、こういうふうにですね、まあ、ちょっとオーバーになってますけどね、で、これがですね、5ミリですね、板が5ミリ離れていると、こういうことなんですね。で、まずは静電容量から出していきますので、この板のですね、向かい合っている面積ですね、半円のですね、半円の面積、これ S ですね、平方メーターはですね、S は2分の4かけ10のセンチメーターですから、マイナス2乗の2乗、パイですね。これで円の大きさが出ます。それの2分の1と、こういうことになります。はい、したがってこれは、こう半分で2ですか、乗しますんで4ですね。10のマイナス4乗パイかけ2分の1。ということは、これは2パイかけ10のマイナス4乗平方メーターと。こういうことになります。さあ、それから今度はですね、これ、5ミリ離れているこの静電容量ですね、静電容量ですね、ファラですねはどうなるかですね。そうすると、C イコールですね、イプシロンの0のイプシロン、まあ、S でも R でも結構ですね、D 分の S と、はい、こういうことになりますので、これは非有電率、これ空気ですから1ですね、ここですね、ここが、9×10 の、マイナス12乗ですね。で、D が5ミリですから 5×10 のマイナス3乗、それから S がこれですね、 2π×10 のマイナス4乗とこうなります。そうするとこれはですね、ここが 0.4 になりますんでね、3.6 ですね、 3.6π×10 のマイナス12乗マイナス4乗プラス3乗になりますね。はい、そうするとこれは、3.6π×10 のマイナス13乗で、これは 0.36π×10 のマイナス12乗ですから、これは 0.36πpf。こうなります。はい、次にですね、実線破壊まで行くまでにですね、蓄えられる、電荷ですね、蓄えられる、最大のですね、最大の電荷量ですね、あ、電荷じゃない、電、電荷ですね、電荷量ですね、9クーロンはですねどうなるか言ったらですね、これはこういう公式がありますね、電解は 9×10 の9乗かけ、間隔ですね、 D 乗分の9と、こういうのがありました。はい、したがってこれに数値を当てはめますと、電解が、絶縁破壊を起こるあれですね、電解が 3×10 の6乗ですね、それが 9×10 の9乗かけ、
これ、5ミリですから 5×10 のマイナス3乗の次乗の9とこうなります。そうすると9は、9×10 の9乗を 3×10 の6乗かけ 25×10 のマイナス6乗とこうなります。そうするとこれはこれ1でこれ3になりますんでね、3分の 25×10 のマイナス9乗と、これだけクーロンということになりますね。それから、Q イコール CV よりですね、V は C 分の9ということで、9が3分の 25×10 のマイナス9乗で、 C がですね、0.36π×10 のマイナス12乗ですね、はい、そうするとこれは3分の 25×0.36π 分の10のマイナス9プラス12ですね、はい、そうするとこれはですね、計算しますと 7.4 ですね。 7.4×10 のここ3乗になりますから、まあ 2R 以降ですけどね、7400V とこういうことになります。